何これ何これ、なんか YouTube のサイトみたいな画面やってよ今あ、すごい、なんかグラフィックが。皆様、ポケットモンスターの世界へようこそ。お、これがあの一番最初の博士の説明みたいなとこ。ここガラル地方は豊かな自然と美しい街、すごいね、壮大やね。そしてたくさんのポケモンと共に暮らす素晴らしい場所。いいですか、私たちはポケットモンスター、縮めて。誰、わからない新しいポケモン。ポケモンという不思議な生き物と力を合わせ暮らしていますよね。ほら、今までなんか真っ白な画面でさ、博士が説明しよったのがこんな感じに。いつの時代の話だ。そう、ポケモンたちは海や空、街の中、至る所にいます。そしてポケモンを育て戦わせ競い合う人たちを。めっちゃなんか動きが大きいな。ポケモントレーナーと言いますよね。すげえな、なんだこれ。お、挨拶が遅れましたね。私、ローズと申します。それではガラル地方で最強のポケモントレーナー、チャンピオンダンデの戦いを皆様にお見せしましょう。誰、ダンデ。おお、どうやって現れたん。手品やね、手品。あれはヒゲ、謎である。なんか若そうな感じの顔やけど、なんなのそのポーズ。ダンデ、エキシビションといえどお前の無敗記録を終わらせる。どんな試合でも負けないぜ。リザードン、ダイマックスだ。あ、これがあの話題の。もはや怪獣である。多分この辺の、私前に引用ツイートみたいなのもしたことある気がする。お、ここでタイトル、ポケットモンスターソード。かわいい、急に平和な世界めっちゃ平和な世界、いいね。ここが主人公の住んどる村。おお、あれはぬいぐるみじゃなくて生きとるやつやね。ネオル、ゴンベ。おお、なんかすごい。あ、そっかそっか、女の子よねそうかそうか。何あれ、ゲーム、スマホ。お邪魔します。ホップっていうのが今回のライバル的な感じかな。お、アイナ、それお匂いのスマホか。あ、やっぱスマホや。というか兄貴のエキシビションマッチ見てたか。おお、え、あのダンテとかいうやつの弟ってこと。兄貴の応援はビシッとリザードンポーズを決めるんだぞ。あ、ぽいねぽいね、やっぱり。誰、お母さん。ホップくん、今日は大事な日じゃないの。すごいカジュアルな格好やね。農家とか。そう、だから走ってアイナを呼びに来たんです。テレビは後でいいか。兄貴の試合は全部録画しているし。アイナも来いよ、きっとプレゼントをもらえるから。バッグを忘れるんじゃないぞ。どうも、お邪魔しました。旅立ちの日ってこと。もうなんか全然あれよね、私的にはこうピカチュウ EV に比べてもグラフィックが全然違う。はい、ってことでってことで、やっとやけど、今回からこのポケットモンスターソードシールド、私が買ったのはソードの方なんやけど、やっていきたいと思います。なんなんやろこれ。ポケモンゴンベの寝床には時々食べ残しが落ちている。これゴンベの寝床、絶対体収まらんやろ。ほら、いっぱいいっぱいやって、そりゃこんな広いところで寝るわ。かわいいはっ、かわいい、めっちゃかわいいんやけど、買いたい。ポケモンについて書かれた本や雑誌が並んでいる。うんうん、なんか部屋とかもすごいよね。あ、でもあれなよ、方向とかは変えられんのや。ホップくんが言ってたよね、バッグを忘れるなって。バッグと帽子ならアイナ、あなたの部屋にあるでしょ。どれ、てかここの空間は一体何なの。なんかこの、あ、ここ玄関もしかして。なるほどね、そういう感じ。なんかすごいおしゃれな部屋。え、でどこにあるの、バッグと帽子。あ、これバッグ、え、違う違うどれ、バッグと帽子ないけど。ここはリビングルームじゃないのね。え、ないけど、え、ここ、
え、でもこれコートみたいな感じよね。コートっていうかカッパみたいにも見えるけど。この扉は開けられないの？これ帽子じゃない？鍋の蓋かな？ちょっとよくわからないんですけど。え、私の部屋にあった？なかったよ。あ、こっち私の部屋。さっきのは何？リビングってことかな？アイナはママが使っていたバッグを手に取った。ママが使っていたバッグって書いてるよ。これでいいの？合ってるの？譲り受けたってことかな？なんかそれぞれで部屋の色合いがめっちゃ違うんやけど。一通り部屋を物色した後、外へ。ホップが待っています。外に出かけましょう。出かけたよ。なんか森ガールって感じじゃない？違うかな？森ガールもうちょっと、もうちょっと淡い色合い。なんかすぐそこにもポケモンが、スボミーやったっけ？かわいい。もう夕方じゃない？違う？なんだよ、いいな。お前のカバンでかすぎだぞ。ま、それなら兄貴がどんなポケモンをくれても平気だな。あ、兄貴がくれるの？博士じゃないの？なになになに？ウールーだ。どうしたんだ？ウールーって言うんや、このポケモン。かわいい。え、でもほら、あれやん。メリープとかの立場が。おいおい、ウールーたら、ガシガシ体当たりをかましてるぞ。おい、柵を越えるなよ。まどろみの森には怖いポケモンがいるんだぞ。もうそれはあれや、押すな押すなみたいな感じの。フリやね。グモ？絶対そのうちバンって開いて森に行っとるけん。あ、バタフリーおる。よし、アイラン、俺の家まで競争だぞ。でかいカバンでついてこれるか？バカにしてるのか。この子たちは転がって移動するんやね。寄り道をしながら、ホップの家へ。うわ、すごい。あ、ここ？ここでいいの？ホップの家？母ちゃん、ただいま。おかえり、ホップ。アイラさんもこんにちは。あれ？兄貴は？まだだって言ってるでしょ？本当に慌てんぼうなんだから。ようやくブラッシータウンの駅に着いた頃じゃない？わかった。兄貴は方向音痴だもんな。迎えに行ってやるぞ。そうね、それが安心かも。アイナはまだ会ってないよな。一緒に来いよ。兄貴を自慢したいんだ。会ったことないんや。道路で待ってるからな。今回は博士からじゃなくてお兄さんからポケモンをもらうの。アイナさん、ダンデに会ったらよろしくね。さてと、バーベキューの準備をね。あ、見て。見えない。ね、これ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 。あの横のやつ。あのさっきテレビに映っとった、ダンデって人や。写真が飾られてあるよ。しかも結構くっきり見えるね。すごい。え、かわいい！ちょ、待って、上上がった。一んち、上勝手に上がった。ね、この子めっちゃかわいいんやけど。二足歩行の猫？え、超かわいい。え、かわいい。いいな。この子が、飼ってるペットってこと？二足歩行の猫とかニアス以来じゃない？違う？違うかもしれん。でもとりあえずかわいい。とりあえずかわいい。何タイプやろ？悪タイプとか？ズバッと行くぞ。いいかいな。野生のポケモンは草むらからバーンと飛び出すぞ。なんか向こうの方めっちゃ人集まってない？まあ俺には仲間のウールがいるから、野生のポケモンとも戦えるけどな。すでにポケモン持っとるのちょっとなんか、ねえ、フェアじゃない。アイナはそうもいかないだろ。だから草むらはスルーするぞ。あっこが駅ってことかな。なんかすごい、遠くの方まで見えるよね、景色的に。すごいな。一番道路。あ、もうこれ道路に出たんや。ね、あっこに、なんかこういうグラフィックで方向が変えられるのちょっとあれやね。なんかモンスターボール落ちとった。兄貴を迎えに行くぞ。ここをまっすぐ進めば駅だ。やっぱあれが駅ってことか。なんでそこで止まったの？行けよ、駅まで。遥か遠くまで見えるのがすごい新鮮ポケモンで。ブラッシータウン。次の町地下。めっちゃ地下。おー。さっきの人や。いや、ああいうでっかい会場ならあれやけど、こういうところでのそれはちょっと。中二病である。恥ずかしすぎて。てか、
リザードンちっちゃ。あんなもんなんサイズ。ブラッシータウンの皆さん、チャンピオンのダンデです。皆さんのためにもこれからも最強の勝負をします。我らが無敵のチャンピオン、あんたとリザードンは最高だ。サンキュー。みんなもポケモンを育ってどんどん勝負してくださいよ。そしてチャンピオンの俺に挑戦してくれ。はい、私たちもダンデさんに憧れてポケモン勝負してます。かわいい。これはね、街の人たちもすごい個性的な感じって思ったけど、あれや、一番左の子とあの真ん中におる子はちょっと一緒やったわ。でもチャンピオンのリザードン強すぎるもん。確かにリザードンは強い。他のポケモンたちも強い。だからこそ最強にチャレンジャーと戦いたい。俺の願いはガラル地方のポケモントレーナー、みんなで強くなることだからね。こういうグラフィックが綺麗になってくれば綺麗になってくるほど、大きさの比みたいなのがよくわからんくなってくるんやけど。バギア、どういう表現の仕方、ひらがなにしたらああなるの。兄貴、ホップ。お、一斉にみんなが道を開けた。世界一のチャンピオンファンがわざわざ迎えに来てくれたか。ホップ、お前背が伸びたな。そうだな、ズバリ3センチ。正解、さすが兄貴、無敵の観察力だな。いや、そこまで正解するのはちょっと気持ち悪いけど。その瞳の色、分かった、君がイナくんだね。瞳の色で分かるの。弟からあれこれ聞いているぜ。俺はガラル地方で最強、そしてリザードン大好きなポケモンチャンピオン。自分で最強とか言っちゃって。人呼んで無敵のダンデだ。兄貴、アイナ、家まで競争だぞ。競争どんだけ好きなんだよ。ホップのやつ、相変わらず勝負好きだぜ。いい競争相手がいれば、あいつももっと強くなるのにな。すごい、なんか後ろに、スポンサーめっちゃいろいろ書いてある。それでは皆さん、これからもレッチャンピオンタイム。何それ何それ。ほっといてあげてください。リザードン置いていきよりよ、ちょっと。あ、ついてったついてった。で、家に戻ってくると。あれはね、最初のポケモンもらうまでめっちゃ長くね。そんなもんやっけ。兄貴、約束のプレゼントは？俺とエナにポケモンをくれるんだろ？最強のチャンピオンから最高の贈り物。素敵なポケモンたちによるご機嫌のアピールタイムだ。あ、それをその場所でしてくれるってこと？違う？どんなポケモンたちかよく見ろよ。てか最初に見せてくれるんやね。草のポケモンサルノリ、炎のポケモンヒバニー、水のポケモンメッソン。かわいい、どの子もかわいい。結構今回のこのね、最初のポケモン3匹は賛否が分かれとったっぽいけど、私的には全員普通にかわいいけどな。あ、いいねいいね、それぞれそれぞれあった場所にアピールタイムやアピール、あ弱点じゃない、ちょっと。おぉ。メッソンは名前の通り、メソメソ鳴くのね。かわいい。でも3匹ともすごい仲良さそう。オッケー、みんな集まって。いつも思うけど、これさ、主人公とライバルで選ばれてないあと1匹、超かわいそうじゃない？なんかこんな仲いいのに1人置いてかれるっていう。つら。先に選んでいいぞ。俺にはウールもいるからな。今までこういうのなかったことない？なんかね、モンスターボール選んで、でなんかその時に中身がわかるみたいな。うわ、ちっちゃー、かわいい。めっちゃちっちゃい。で、私はもう事前に決めてたヒバニーで行こうかなと。ヒバニーは炎タイプ、熱いパッションの持ち主さ。いたずらっ子っぽい感じだったよね。炎のポケモンヒバニーに決めるのかい？どういう風に進化していくんやろ。ムキムキウサギになったりするかな。それはちょっと嫌かも。ヒバニーに決めた。なんかいつもなんで最終形態そんなごつくするかなって思うんやけど、つけません、そのまんま行きます。ヒバニーを手持ちに加えました。かわいい。でもほんとやんちゃって感じやね、絆創膏貼っとるし。ヒバニーか、いいセンスだぞ。でもこれでさ、先に、え？水じゃないの？そこ。あ、そっか、草？
そういう感じだったっけ。あれ主人公に勝つタイプで選んでいきよらんかった。気のせいか。じゃあ俺のパートナーサルノリ、お前だぞ。俺はチャンピオン目指してるから、お前もビシビシ鍛えるぞ。メッソンは泣いちゃうよ。泣いちゃうよメッソン。分かってるぞホップ。だからお前とアイナにポケモンプレゼントしたんだ。アイナと競い合い、俺を目指して強くなれ。ああ、いいな二人ともってなっとるよ。君は俺と行こう。あ、そういう感じなんや。そうやって選ばれんかったこのシーンもちゃんと見せてくれるんやね。俺のリザードンは強く優しく、そして厳しいぜ。はあ、よかったねメッソン、かわいい。ほらみんな、ご飯ができたわよ。ポケモンも一緒に食べな。お、両方の親が。何、バーベキュー、いいねいいね。かわいいな。どんだけ食い意地張ってんだよ。両手に。微妙に音楽が違う感じなんやね。翌日、相棒のポケモンと長い夜を過ごしたんだ。大事なパートナーへの愛と理解が深まったよな。一日でそんな理解できます？もちろんだぜ兄貴。アイナもすっかりヒバーニーと仲良しだぞ。いいかポケモントレーナー、自分とポケモンを信じろ。お互いを信じ合い戦い続けて、いつかは無敵のチャンピオンである俺のライバルとなれ。ねえ博士は出てこないの？なんだよ、兄貴と戦うのは俺だぞ。よし、だったらアイナも今から俺のライバルだ。絶対に負けないぞ。なんかさ、向こうの母親はちょっとよそよそしい感じだったけど、幼なじみってわけではないんかな、この二人は。ポケモンを連れていれば誰もがポケモントレーナー。いいか、ポケモントレーナーはポケモンを戦わせ育てるんだ。お前たちがポケモントレーナーかどうか俺が見届けよう。二人で勝負するといい。準備ができたら教えてくれよ。君の人生で初めてのポケモン勝負を始めるんだな。はい。パートナーのポケモンを信じろ。心から大事にするんだ。それでこそポケモンの強さを示す技を選べるし、何より勝負も楽しめるぞね。よーし、ポケモントレーナーも乗ってるよな。さあ弾けようぜ。至る所にこういう場所があるんかな。兄貴の試合は全部見てる。兄貴が部屋に置いていった本や雑誌は全て読んだ。ベッドの下の本はやめてあげてください。どうすれば勝てるか分かってる。いやでも実践とね勉強は違うから。ポケモントレーナーのホップが勝負を仕掛けてきた。やり方見てその通りにできるんならね、誰に苦労せんって。あ、ウールから出すの？あ、てか2匹持っとるのずるいってやけん。ポケモン勝負、俺には仲間が2匹いるんだぞ。そういうのってありですか？今までなかったね。あ、レベル3なんや君。状況？技説明？何状況って。とりあえず体当たり。おお。状況ってなんやろ。何これ、なんかよくわからん。え、相手の方技も何にも出てないやん。何にもわからんやん。どういう状況なの。謎。キャー、ほらもう向こうが2匹目になる前にさ、こっちは半分近く体力を減らされるんですが、そんなのありですかね。急所？すごいなお前、ラッキーも出力のうちだぞ。喋るんや途中で。話しかけてくるのね。イエーイ経験値。お、やったー、ヒバニーレベル6。お、早速もう技を覚えた。ってことは次の猿乗り相手には火の粉を使えばいいってことやね。マラだぞ。おー、ちょっと待って、読めてない。次の仲間が俺にはいるんだ的なことを言うてんの。あれ何持っとんの？木の棒？あれはデフォルトで持ってるわけ？かわいいんやけど。はい、火の棒。イエーイ、効果抜群。タイプによる有利不利をすでに分かっているのか。まあね、何年ポケモンをやってると思ってるんだ。まあ何年ポケモンやってると思ってるんだっていうほどは分かってないけど。間めっちゃ空いてるしね。途中とか全然私知らんポケモンもめっちゃいっぱいおるし。あー、攻撃力が
しかし次の一発で切ってやっつけれる。イエーイ、効果抜群。やった、もうレベル7や。早、あっという間やね。2匹連れてたのに負けた。お前とヒバに強すぎだぞ。400円、やった、むしり取ったわ。すごいなお前、兄貴がポケモン譲ったのもわかるぞ。どちらのポケモンもナイスファイト、グッドファイト。思わずリザードンを出して参加するところだった。やめて、絶対もうボッコボコにされて終わるやん。ヒバにもありがとう。ほら元気いっぱいにするぜ。あ、回復もしてくれるん、ありがたい。アイナ、見どころのある君にお願いだ。ホップのライバルにもなれ、二人で強くなるんだ。兄貴、俺はもっともっと強くなりたい。ポケモンジムに挑ませてくれ。なるほど、ガラル地方最大のイベント、ジムチャレンジに参加したいのか。わかった、二人とももっとポケモンに詳しくなれ。特にアイナ、君はポケモン図鑑を手に入れるんだ。手に入れ、どこで手に入れたらいいっすかね。ポケモン図鑑を使えばポケモンの強さなどもわかる。ちなみにポケモン図鑑に詰まっているのはデータではなく愛と情熱なんだぜ。そういうのはいいです。今までみたいに最初にポケモン図鑑がもらえない。よし、アイナ、ポケモン図鑑をもらうならポケモン研究所だ。今のノリニオス最高だ。博士に俺から伝えておくよ。この俺ホップはチャンピオンになる男。図鑑を完成するのも伝説の1ページだぞ。ポケモン図鑑をもらうこと、おばさんに言っておかないとな。へえ、なんか博士は博士で別で、ポケモンをくれる人はくれる人で別なんやね。なんか新鮮だ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかフィールド移動とかがなんかすごいね、今までのポケモンと全然違う感じやけん、あの他のゲームみたいに迷子になるという可能性がポケモンで出てきた。ね、頑張っていこう。